作成したものをサイズを変えるためのファミリータイプを作成しましょう修正タブのプロパティのファミリータイプをクリックしますファミリータイプの新規作成ボタンを押し名前を付けましょうファミリーをロードする際に記載されるタイプ名です素材やマテリアルなど分かりやすい名前を推奨します今回は 1000×1000×1000 1000 1000 2000×2000×1 100 0